の新宿駅からどうもこんにちは、ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。ゆっくりフランだよ。ゆっくりキルノだよ。前回は相鉄と JR の直通列車でここ、新宿までやってきたんだよな。ほんで、さっきからちらっと剣が見えてたけど、今回は京王ライナーに乗車して多摩センターに向かうよ。まさかの初乗車の京王でしょっぱなから有料列車か。関東私鉄の普通車両有料座席サービスって乗ったことないからなんか楽しみ。ホームに降りてきたけどめっちゃ焼肉の匂いする。うぷ主の嗅覚がバグってるのか、それともただ単に新宿が焼肉臭いのかわからんのぜ。まあでもなんか大阪の鶴橋に似てるね。ということで奥から乗車予定の京王ライナーがやってきたよ。乗車するのは5000系、京王ライナーでの運用を目的とした京王電鉄の新型車両だよ。今回の旅で初めてミュージックホーンを聞いたのぜ。今回のやつは近鉄名古屋と同じ危険予告っぽい感じがするね。ちなみにこの時まあまあ駅のタンクに人がいたんだけど、そこに私らの動画をよく見てる視聴者さんのこの方が紛れてたってのは内緒のお話。まあこういうタイミングでニアミス起こすこと多いよね、知らんけど。お、入線と同時に車内のライトが点灯したよ。おそらく走行ギリギリまで節電する目的なんじゃないかな。1番線に到着した電車は、お待たせいたしました、1番線は全席指定。ということで早速乗車。今回はちょうど一番前が空いてたので一番前の座席を押さえたので。京王ライナー33号橋本駅、帝国通り京王新宿駅を発車なので、ここから先は明大前、京王長山、京王多摩センターと止まっていくんだね。電線の時に大きなきしみの音を上げてるのがなんか大阪梅田とかとちょっと似てるね。まあでもこの京王線は、次の笹塚までこの企画間を延々と走っていく上カーブも多いからね。ご利用くださいましてありがとうございます。京王ライナー橋本行きです。京王ライナーのチャイムが鳴ったね。このメロディもネットに上がってる音源でしか聞いたことないんだが、リアルで聞けた時はかなり感動するな。地上区間に出てきて笹塚駅を通過だよ。この駅から都営新宿線方面の京王新線と合流して、本数の多い京王線をそのまま西へ進んでいくよ。現在17時40分あたりで帰宅時間帯に突入してきたからか、かなり駅も混雑してきたぜ。お、都営の1300型、しかもこれ初期型のタイプやん。初期車10連はちょっとしか残ってないからレアなんだそうね。やっぱり今回の旅は何かと引き運がおかしいよな。なんか前の列車が明大前に止まってるから、それでこの列車もちょい止まってるよ。各駅停車は八幡山まで追い越しされないから、かなり後ろの京王ライナーを止めちゃってんだな。路線ならではの問題だね。明大前駅に到着だよ。この駅はどうやら駅前の踏切が関係してて絶対に通過できない駅になってるんだそうだぜ。まあ桜川とか水上とかに似た通過禁止駅ってやつだね。まあその分かなり利用客数も多めっぽいね。この電車は京王ライナー33号橋本駅です。座席指定券をお持ちでないお客様はご乗車になれませんのでご注意ください。まだ先に各駅停車いるやん。まあゆったりとしたお帰りってこういうことなんやろな。それはゆったりかっこ物理なんよ。八幡山で各駅停車を抜かしたら一気に高速運転を開放してかなりの速度で芦花公園を通過していくぜ。やっぱり有料列車といったらこれだよね。まあ各駅停車に道譲ってるところとかどっかの有料列車で見たことあるね。グリーンホームドアの札を通過だよ。なんかこのホームドアのせいでめっちゃ南国線の駅っぽく見えるな。これの隣が確か府中駅だね。実は府中駅通過取れてません。寝るのは聞いてない。まあとりあえず座席紹介でもすか。そういえば関東の有料座席ってこんな感じのデュアルシートなんだな。そもそもクロスシート自体少ないから、クロスシートのこういう系の座席は大体有料らしいよ。じゃあ関東人が関西行ったら近鉄の LC カー有料座席って見ちゃうのかな。まあそれはワンチャンありえるかもな。京王多摩川駅を通過だよ。てかなんでこの駅とかも含めて多摩川系の駅はいろんなのを関するのが多いんだろう。まあそれは東急に多摩川があるから、それと混同するのを避けるため、小田急だと泉多摩川、京王だと京王多摩川としてるのぜ。近鉄系の駅と同じ理論なんだね。京王多摩
ということで明大前を出て30分で京王長山に到着だよ。この駅のあたりからもうすでに多摩ニュータウンには突入したみたいだね。私らが降りる予定の京王多摩センター駅はこの京王長山駅の次なのぜ。ということで京王多摩センターに到着なのぜ。京王の有料座席サービスかなり快適で、この1本だけで京王をかなり楽しめたよ。今度行くときはリクライニング車を当てたいね。そっか、1編成だけリクライニング付きあるんだったね。次回は多摩モノレールに乗車して、そこから西武に乗車していくよ。ということでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価、コメントなどしてくれたら嬉しいぜ。それじゃあ次回の動画もゆっくりしていってね。じゃあねー。